氷山というタイトルでございます、はい、ありがとうございま す, ございます。船の物語を作ろうっていう話から始まって、これなぜかというと、あの秋山さんもそうなんですけど、私もそうなんですけど、昔から本当に船が好き で、私愛媛出身なんですけども、はい、愛媛から関西行くとか福岡行くときって関西汽船という船で移動してたんですよ。で秋山さんもね、僕北九州出身で、まあ、神戸と大阪方面に家族旅行に行くときは阪急フェリーというフェリーに乗ってたんですよね、はい、で何か今回もう一つどういうテーマでやろうか、ちょっと移動時に行ってみませんってなったときに、せーの、船と船って言ったんですよ。これはじゃあ船の話作らないわけがないじゃない。もう本当に意思疎通がバッチリだったわけですね。そうです、そうです、ね、それからもう本当に脚本を書いたり広げたりしてて、はい、実はどこまでヒントを得るか分かりませんが、船と氷山ということで、まあ氷山と、まあどこで何か起こるんです。まあそのキーワードはもちろん氷山なんですね、はい、まあその氷山のキーワードで、まあ、よく私も船に乗ってた時に思うことがいくつかあって、うん、船に乗ると、あ、今から旅が始まるぞっていう開放感と期待なんですけど、入ってみると現実を見せされるというか、うん、なんかこう意外とあるんですね、船ってね。そうなんですよ、雑魚寝があったと思ったら一等寝台とか個室があったりとか、うん、なんかこう貧富の差で感じるなって思ったんですよ、うん、船に乗った時に。でそれは秋山さんと喋った時、それは僕も感じたことがある。それを表現して、それが何かなった時に、もし何かあった時にその貧富の差が動いて、なんかそんなに同じ命なのに上下がつくようなことがあったらどうするんだろうって話になりまして、はい、進めさせていただいて、船で出会った貧富の差のある、まあ、2人が恋に落ち、はい、何か事故が起こると。まあ事故というか、まあ異常気象ということだけは言います。アクシデントっていうか、まあ、それは予期せぬことなんですけども、はい、浜松町を出港して、千葉に向かう船なんですが、その船の中で起こる一つの話なんですね、はい、ですね。ただ船の中にずっといると煮詰まってきたりとか考え込んじゃうので、私自身もそうなんですけど、やっぱりこうデッキに出たりとか甲板に出たりするんですよね。そう、あのアイディアね、いいのが出てそのまま採用させてもらったんですけど、今回僕も監督に直接言って、はい、どこしかそのアイディア使ってくださいと、はい、なのでやっぱり風を当たりに行きたいということで、船のとっさきというんですか、あ、びっくりして先に行こうって言い始めるから、そこで行われるなんかストーリーとか、まあ、ラブストーリーもそうなんですけど、何か展開できないかなっていうことで、あまり船の先っちょでストーリーって行われないじゃないですか、はい、うん、あのこういう感じの、何どうしますか、踊りましょう。まあでもまあ坊主はあります、はい、まあ、まさに今そうやられたみたいな、ね、ちょっとチラッと映ってました、はい、そうですね、はい、船のとっさきで何か印象のあるようなものをやるのはどうだろうって言って、本来先は使えませんよって言うんですが、まあまあまあ面白いアイデアなのでやらせて、すごい、とある対策にすごくあ、ね、こう感じるものがあるのかななんて私勝手に思ったんですけど、ちなみにあの、うん、役名は、まあ漢字一文字スズメとか言って弱と。私はあのやっぱり日本の名前とか昭和の名前って子がつくので、バラコっていう名前です。ジャクとローズではなくバラコなんですか。何でもない、何でも、あの何度も言いますけど、そういった近いもの出てくるから。あなたの中でどう捉えてるか分かりませんけれども、そんなもん無限に人の脳みそあるんだから近いもの出てきますよ。どんなんだってそうだ、ね、でも意識はしてないんだから、それは確かだ、はい、そこだけはやらないと訴えられたらどうしようもないんだ、ね、オリジナルです、オリジナルなんだから、オリジナルですね、オリジナルなんだから、本当に何も見てないんだよ、もともと映画を全く見ない2人なんだから。それを分かってもらわないと、はい、そこだけちゃんとしてください、はい、きっと私の気のせいでございます、はいはい、でこだわりがね、やっぱりありまして、はい、我々、まあ、あの主演で出させていただいてるんですけど、はい、やっぱりこう船のストーリーなので、こう船長というか、はい、まあ、長というか、まあ、もう隊長という仕切る、うん、仕切る人といえばやっぱり日本でいうと誰だろうということで、谷隼人さんにオファーをさせていただいて、はい、谷さんにも出ていただくっていうのが今回あったんですよ、ね、日本多分一番仕切る隊長が似合うかもしれないですか、はいはい、本当に日本を代表する代表作になるという間違いないですね、なん
かそのうち若い子が真似し始めると面白いですよね。これをですね、なんでとっさに行くんだって話からそうなったら泣けちゃうかもしれない。ああいう話からここまで発展したというのは。ちなみに1作2作と今回紹介させていただいたんですが、はい、実は現在3作目も制作中で撮影に入られていると伺いました、はい、そうです、そうです。どういう作品でございましょうか。もちろん日本でやっておりますし、はいはい、このタイトルじゃ、はい、そうですね、あの激突きという、はいはい、激突き、はいはい、これまたガッと変わって、はい、まあ、激突きということなんですが、ものすごく激しくつくってことですね。そういうことなんですよね、それはね、あのちょっとまた系統が違って、少し怖いというか昔ならではの何とも言えない怖さを、うん、でもホラーではないんですよ、うん、ホラーみたいなそのお化けが出てくるとかじゃなくて、うん、なんかこう最後までこの犯人が分かんないじゃないですけど、うん、ずっとなんかこういわゆる追われてるというか、そういった感覚の映画なんですね。それはあのちょっとこう車とか出てくるんですか。車が出てくるんですか。車が出てきます。トラックとか出てくるんですか。トラックは出てきません、ね、軽トラック軽トラック出てきます。軽トラックは、はい、出てきます。そういうを積んでるんでしたっけ。こういう積んでるんです、ね、で姿がわからないみたいな。姿がわからない。あれ、それスピルバーグ監督の。それスピルバーグで どういう人なんですか。テニスの中あるんですか。激突という映画がございまして、あの犯人がこう分からないんですけど、ずっとトラックであの後ろから追っかけてこられて、とてもこっちのこう、ね、主人公は恐怖に見舞われるという非常に名作で、初期の作品であるんですけども。そうなんですか。でも本当にあの今そういう社会問題にもね、なってるじゃないですか。バージョンじゃないですけども、本当に追い抜かれてそれで腹立ってっていう、煽りをしたりとかね、っていうそういうのも含めてみたいなものもあるんですけれども、日本の問題も取り入れてる、はい、とにかく国産、それだけは間違いないから、うん、だから見たことあるっていうのはないから。国産オリジナルと。オリジナルですか、はい、本当に激突きですね。全部脚本から全部やってるんですか。はい、わかりました。はい、楽しみにしております、はい、でさらに今後国際洋画劇場にて配信していきたい作品もあると伺っております。まあ、全然撮ってないですけど、そういった放送はこれは本当にあの普段から秋山さんとも喋るんですけどね、はい、なんかないかなってこの間も喋ったら、なんか分かんないですけど、まあこう お化けをもう何ですかね、霊媒師の除霊集団というか、お化けを退治する退治するようなグループ、専門のグループをちょっと英語にして提言してるような。特化したものはない。お化け側はあるけど、はい、お化けの退治側を、なんかやる映画とかないかな。でもそれをなんかこう本当に怖くはしたくないんですよ、はい、コメディタッチにしたいなっていうのもあるんですよね。制服あるんですか。もちろん音が分かりやすいんじゃないですか、はい、うん、グループなんですね、うん、集団、集団、はい、除霊集団、はい、何かこう、あの掃除機みたいな何か。掃除機はないだろうけど、掃除機でもなんかこう、なんていうのかな、こう吸い取りたいっていうのはあるので、うんうんうん、打つよりはね、うん、うん、でまあそれもなんか吸い取るとしても掃除機が分かんない、国産でやりたいけどね、はい、うん、まあ、うん、オリジナルですね。あとはあれも言ってたんですよね、なんかこう私がシンガーみたいな、そして、うん、まあ秋山さんは、うん、それがまあデュエットの相手なのかっていう話もあったんですけど、まあ、うん、言ってもこう世界的にまあ有名なシンガーだとして、で歌姫みたいなで彼はじゃあそれを守るというか、ちょっとこうこの話で今脚本途中まで書いてるんだよね。そうなんです、あんまり言いたくないんですけど、またもしかして名曲が流れたりするんですかね。この間何か考えてましたね。ありましたよね、うん、っていうところをやりたいんですよ。ぜんその考えだ、警備というか警備の警備保障、警備保障、警備保障という英語で言うとボディーガード的な、かっこいい、横文字かっこいいですね。まあ警備保障、いいですね。これもオリジナルということなんですね。完全オリジナルですね。じゃあその作品が映画化されることも非常に楽しみにしております。ありがとうございます。
よいよ時間が近づいてまいりまして、はい、今日こうやってたくさん来ていただいた記者の方、そしてこれから作品を楽しみにされているファンの方に向けて、俳優のお二人からぜひ一言ずつメッセージをいただければと思います。もはや洋画は国産の時代という言葉がありますように、日本には素晴らしいものがたくさんありますから、そのうち、まあ何ですかね、あの日本のマークを、ちょっとゲップが出てすいません国産のものを食べたんで、朝納豆の定食を国産のゲップだから許してください。まあ、日本のマーク、ジャパンというね、よく、はい、あの例えば海外の方が来た時にお店でマークついてるじゃないですか、桜のね、うん、マーク、じゃあ、まあ、あれがつけるような映画になりたいなと思いますね。うん、なんならこっちを先に見て、うん、向こうが後からやったんだっていう感覚になりたいですよ向こうっていうの何か知りませんか、はいはい、まあ、見てる人がもちろん外国人の方も日本っていいなと思っていただきたいですし、うん、日本の人も日本で生まれてよかったなって思っていただきたいですし、そうですね、日本を感じる時間帯にしていただきたいなって思いますね。疲れるからね、あの洋画に疲れるじゃないですか、字幕とかね、字幕用語でだって知らない国の人が出てるんですから、で知らない言葉を喋っちゃってるから疲れるって決まってるじゃない、はい、でやっぱりなんかこういい作品とか、はい、芸能人もそうですけど、モノマネをされるってすごく嬉しいじゃないですか、うんうんうん、で特にロクキなんて、私自身ですけど最後のシーン、うん、ちょっとあの、まあ、私の名前を呼んでくれるんですけど、それがなんかこうみんなが ね、モノマネしてくれてるのも嬉しいなっていう、それをまた発信してもらうとか、うん、ここだけの方にもうそ、ここだけの方に言っちゃいます、言っちゃいます、ここだけの、ここだけのね、広げないっていうことでね、最後名シーンっていうのは、本当ここだけですよ。私の名前は遠藤ですね。はい。遠藤さん。これはもう本当にちょっと、ね、難しいんですよ。真似したくてもなかなかできないんですけど、でもやってみたくなるっていう。ね、はい。